今日は度数について説明していきます。度数というのは2つの音の関係ですね。これがですね、1度、1度です。これが2度です。2度ですね。で、3度、4度、5度、6度、7度、8度となります。で、上に図が書いてあるんですけれども、1、4、5、8が完全形、2、3、6、7が長短形っていうふうに分かれていますね。で、1と8は、まあ同じ音ですからね、1、度、8、完全形、これすぐ覚えられると思うんですけれども、4、5は完全っていうのを覚えればいいかと思います。で、その完全と長短は何かっていう説明を今からしていきますけれども、まあこれは全部完全1度なんですね。で、2度の場合、これはシャープが、シャープというか、ここ黒鍵ですね。黒鍵を含む場合は、これ超2度になるんですよね。ですから、これも超2度ですよね。これ黒鍵含んでないですよね。これが単2度なんですよ。で、超2度、超2度、超2度、単2度になりますね。で、3度、これも超単形なので、これが超3度なんですよ。黒鍵2個含んでると超3度。1個しか含んでない。ここ含んでないですよね。これ単3度です。これも単3度。出る超三度、超三度で、これ含んでないで単三度ですね。もう一個ないで単三度になります。そして四度になると、今度は一個含まない、これが、この状態が完全四度と呼ばれるものになります。完全四度、完全四度で、これなんですけれども、これがですね、唯一間音の中でシャープ、黒鍵がですね、三つ含まれているファシの音、これが増四度と言います。増四度、そして完全四度、完全四度、はい。ですから、この間音で、四度やってると完全四度と一つだけの増四度ってことになって、で、今度は五度です。これこの状態で完全五度ですね。五度になると、もう基本的に一つはですね、絶対にミハ含むんで、ミハかシドですね、含むんで、完全五度ですね。はい、完全ですよね。で、完全ですよね。そしてあれ？あれ？ってこれなんですよ。あれ？っていうこれですね。シドとミハを両方含む間音が唯一あるんですよ。これが弦5度なんですよね。ですから、4度の場合は逆に一つだけ増4度がありましたよね。5度の場合は一つだけ弦5度があるんですよ。この間音関係においてはですね。はい。増4足す弦5を足すと完全8になるんですね。実はですね、完全4と完全5を足しても完全8度になるわけですよ。まあ当然反転してるだけですからね。それはそうですよね。どっからこうやっても反転してたら、足すところは、足したらどうにしても完全8度になるわけですよね。はい。で、6度です。このミハかシド一つだけしか含んでない場合は超6度です。で、これも超6度ですね。で、これなんですけども、ミハとシド両方含んでますよね。単6度です。小6度です。小6度です。で、シドとミハ含んでます。単6度です。はい、これもシドとミハ含んでます。単6度です。っていう。幅が広くなるとミハとシドをですね、含む数も多くなるんで、こういう単が増えてきますね。ですから、7度も、これが超7度ですけども、ミハ、シド含む単7度、単7度、超7度、単7度、単7度、単7度。まあ、2個を除いて単7度っていうふうにですね、なってます。はい。で、まだちょっと上の表にあってですね、出てきてない言葉ありますね。重弦とか重増っていう言葉がそれですよね。例えば、完全5度ですよね。完全5度から、ソにフラットつけるとします。すると何になりますか？これは弦5度になりますよね。で、ちょっと無理やりですけれども、ドにシャープがついちゃうとします。するとですね、さらに狭くなりますよね。この状態が、重弦ですよ。重弦5度っていうんですね。逆に、この状態で、ソにシャープがつきました。すると、増5度ですよね。じゃあ、ソにダブルシャープがつきました。すると、重増5度になるんですよね。うん。こういうふうに、元にあったですね、楽譜から、こういうふうにですね、臨時記号とか、そういったもので、音を足すことによって、重弦とか重増っていう状態が、生まれてきたりします。で、もう一つですね、覚えておきたいのが、1度、
この1度って完全1度ですけれども、これより狭い単位ってないんですよね。ですからドとドのフラットの関係、ドとドのフラットの関係ってこれ弦1度って言わないんですよね。これドとドフラットってこれより半音分広くなってますよね。これ増1度なんですよね。ちょっとこれたまに引っ掛けで出てくる時があるんで、こういうの気をつけてください、はい、一番狭いのは完全1度で、ドにフラットがついてもこれは増1度ですよと、まあ、ドにシャープがついても当然これは増1度です。どっちも増1度ですね、それからですね、ついでなんですけれども、これ今波長調弾きました。こっから単3度低いところから同じ調合数、例えばドレミファソラシドの場合はシャープもフラットもついてないですよね。ですから単3度、ドから見たら単3度低い音ってラですけれども、ここから同じく何もつけないで弾くと単調になります。この関係をですね、平行調って言います。はい、調合の数が同じ長調と単調の関係、これ全部一つずつ持ってます。例えば1個上がってレから始めても、これ2長調って言ってファとドにシャープついてるんですけど、ここから単3度下げるとここですよね。単3度、ここにシャープ含んで、呼吸含んでない、この3つ、この関係、単3度下、単3度下から始めて同じくドとファにシャープをつけていくと、これはロの音ですから、ハニホヘとイロでロの音ですから、ロ単調っていうものになります。この単3度下っていうのがですね、単3度さえ覚えれば単3度下ってすぐ、わかると思うんで、長々の、音階からですね、単調の音階をですね、同じ調合のやつで導き出せてしまうんですよね。これ便利なんでぜひ覚えていてください。